どうも、しんみょんです。今地下鉄丸太町駅近くの京都御所にいるんですけれども、今から丸太町のラーメンを食べに行きたいと思います。地下鉄丸太町駅周辺のラーメンをご紹介します。まず1軒目のお店へ。こちらは丸太町駅の5番出口からすぐのとこにある鶏白湯そばじゅんさん。外で食券を買うスタイル、平日でも行列のできるこちらのお店は鶏白湯そばがおすすめ。食べ方や味変の調味料などが備えられています。こちらが鶏白湯そば肉飯セット1430円。それでは早速いただきます。綺麗な薄茶色のスープ、そしてこの特徴ある泡、麺もとても美味しそう。スープを一口飲んだ感想は、うますぎる。この鶏白湯、濃厚でとてもコクがある。さらにこのもっちりの麺がよく絡まって、マジでうまい。さらに酸味を加えたり辛味を加えたり、スープのバリエーションもいろいろと味わえます。鶏白湯にこの煮卵、さらにはこのでかいチャーシュー、最後まで飽きないラーメンです。こちらの肉飯は豚か鶏か選べます。鶏飯の方もかなりおすすめです。コクのある濃厚な鶏白湯ともっちりとした麺がとても美味しかったです。店内の雰囲気からもミシュランのようなお店でした。美味しくいただきました。ごちそうさまです。丸太町駅周辺にはこういったおしゃれな家具屋さんがたくさん立ち並んでいました。寄り道しながら続いて2軒目のお店へ。2軒目のお店は4番出入り口から徒歩すぐのとこにあるこちらのロマン屋さん。ブラウンの建物が目印。どうやらここは焼き鳥屋さんのようです。外にラーメンののれんがあったので気になって入ってみました。お昼時サラリーマンの方たちでにぎわう店内。こちらが気になっていたランチメニューの極みラーメン。ロマン屋のランチ定食、鶏を使った美味しそうな定食がずらり。こちらがロマン屋の極みラーメン、醤油847円。それでは早速いただきます。もやしとネギがたっぷりなのでスープを取り出すのも大変。見た目はシンプルそうな醤油ラーメン。スープの味はシンプルながらもコクがあってあっさりしています。固めの麺はボリュームがあります。周りのもやしとネギもシャキシャキでスープを飲み干したくなります。こちらのロマン屋さん、半地下の店内はサラリーマンの方たちでいっぱい。テーブル席がいくつもあって広いです。お一人様でも大人数でも行けます。スープがあっさりした大盛りラーメンは食べ応えがあって最高。またこの居酒屋の雰囲気がいいんです。今度は鶏の定食も頼んでみようかな。めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。美味しくいただきました。ごちそうさまです。最後のお店になります。ガラスマ丸太町の交差点からすぐのお店です。建物が分かりにくいですが看板が目印。こちらのラーメンホーリンさん、外にメニューがあるのでどのラーメンが食べたいか見れます。味噌ラーメンや珍しいジャージャー麺、美味しそうなセットメニューもあります。今回注文したのは焼き飯セット950円。
それでは早速いただきます。味噌の色に近い濃いブラウンのスープ、のどごし良さそうなつるつる麺、ピリ辛なスープとこのつるつる麺がよく合う、とても食べやすいラーメン。焼き飯の味付けも抜群、めちゃくちゃ美味しいな。チョイピリスープとツルツル麺がよく合う焼き飯もおすすめ。ラーメンと焼き飯のセットが950円、これはかなりお得。店内は学生さんが比較的多かったです。安くてうまいのでその理由にも納得。めちゃくちゃ元気出るな。焼き飯思わず書き込んでしまう。めちゃくちゃ美味しくいただきました。ごちそうさまです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。